皆様こんにちは。浜松市陽保支援課です。動画をご覧いただきありがとうございます。令和7年度認可保育施設入園申し込みについて説明します。この動画は就労や疾病などを理由に認定こども園の保育園機能、保育園、地域型保育事業の入園を希望される方に向けた動画になります。幼稚園や認定こども園の幼稚園機能、認可外保育施設を希望される方は直接施設へお問い合わせください。またこの動画は入園申し込み書類 A から D の書き方に限定した動画になります。お手元に令和7年度版認可保育施設利用案内をご準備の上ご覧いただくことをお勧めします。なお、入園申し込みの手続きについては第1章入園申し込みの手続きについてをご覧ください。それでは入園申し込み書類3番から7番の書き方について詳しく説明します。3番については転園希望者のみ、4番から7番については全員ご提出ください。まずはじめに3番の転園希望調査票の書き方について説明します。令和7年度版認可保育施設利用案内の25ページをご覧ください。こちらの用紙は現在浜松市内の認可保育施設に通われているお子様が転園を希望する場合に必ず提出する書類になります。幼稚園や認可外保育施設に通われている方、または市外からの転入を予定している方は対象ではありませんので早送りしてください。では早速転園希望調査票から記入していきましょう。今回転園申し込みを希望されるお子様が現在浜松市の認可保育施設に通われている場合は、質問にご回答いただきこちらの用紙をご提出ください。転園希望先で内定が出た場合、浜松市から現在通われている施設へ転園が決まったことをお伝えします。それでは質問に入ります。問1、お子様のお名前、現在通われている施設の施設ナンバーと施設名をご記入ください。令和7年度版認可保育施設利用案内に記載されていない施設に通われている場合は提出は不要です。問2、お子様が現在通われている施設の種類にチェックをしてください。2番と6番にチェックをされた方は以上となります。この用紙を郵送申し込み用チェックリストの次にセットして提出してください。1番と3番から5番にチェックをされた方は問3へお進みください。問3、今回転園を希望するお子様の下の子について質問します。在園中に生まれたまたは生まれる下の子がいる場合は、はいにチェックをしてください。いない場合はいいえにチェックをしてください。問4、問3ではいにチェックをされた方について質問します。今後在園児下の子として入園を予定しているお子様がいる場合は、はいにチェックをして入園希望付きをご記入ください。
在園児下の子として入園予定のお子様がいる場合には、上の子の転園希望先と下の子の受け入れ調整を行います。下の子の調整結果によっては、上の子の入園調整ができない場合がありますので、ご承知おきください。問い5。今回の申し込みで転園できなかった場合、現在の施設に通い続けるかについて質問します。転園ができるまで現在の施設に通う場合は、そのまま通い続けるにチェックをしてください。この場合、選考の際に用いる利用調整基準点が 0.8 をかけた点数となります。転園先が決まらなくても、現在通っている施設を退園する場合には、退園するにチェックをしてください。こちらにチェックをした場合、利用調整基準点は新規の方と同じ点数となります。ただし、入園の可否にかかわらず、退園希望付きで退園となりますのでご注意ください。ここまでの記入内容に間違いがなければ、保護者署名欄にご署名をお願いします。問い5で退園するにチェックをされた方は、裏面にお進みください。その他の方は以上になりますので、この用紙を郵送申し込みチェックリストの次にセットして提出してください。次に、認可保育施設退園届の書き方について説明します。まずは、退園届を記入した日、住所、保護者氏名、連絡先をご記入ください。次に、児童氏名、生年月日、現在通われている施設の施設ナンバー、施設名をご記入ください。施設ナンバーは、令和7年度版認可保育施設利用案内、61ページから68ページをご覧ください。次に、退園年月日、退園理由をご記入ください。退園年月日が令和7年3月31日の場合、退園月の翌月、令和7年4月入園の選考から、利用調整基準点が新規の方と同じ点数になります。なお、退園することは必ず施設へ伝えていただき、在籍している施設にも退園届を提出してください。すべての記入が終わりましたら、郵送申し込み用チェックリストの次にセットして提出してください。続いて、教育・保育給付認定申請書兼利用申し込み書の書き方について説明します。この用紙は、入園申し込みを希望するすべての児童に必要となる書類です。兄弟で申し込みをされる方であっても、児童ごとに記入し、提出してください。なお、認定こども園の幼稚園機能、幼稚園、認可外保育施設を希望する方は、直接施設へお申し込みください。また、この用紙の記入要領については、令和7年度版認可保育施設利用案内の15ページ、16ページをご覧ください。この用紙を含め、認可保育施設利用申し込みにかかる申請書類は、すべて消せない黒のボールペンでご記入ください。では、実際に申請書に記入していきましょう。まず、記入日をご記入ください。次に、青い四角の中を読んだ上で、保護者氏名、電話番号を記入してください。第一連絡先には、
必ず丸をつけてください。次に、現在の住所と令和6年1月1日現在の住所をご記入ください。現在の住所と令和6年1月1日現在の住所が同じ場合には、同乗とご記入ください。また、令和6年1月1日現在の住所が浜松市外の方は、令和6年度の課税資料を提出してください。次に、入園を希望する児童についてご記入ください。障害者手帳などの有無がありの場合には、障害者手帳などのコピーを提出してください。次に、新生児童以外の同居している家族についてご記入ください。世帯を分けていても、住民票上同時番にいる方は全員ご記入ください。また、就学前のお子様がいるご家庭で入園申し込みをしない場合には、ご家庭で保育を行っていないことを証明する書類の提出が必要となります。例のように、上の子が幼稚園に通っており、認可保育施設の入園申し込みをしない場合には、様式4、在籍、入園予定証明書を提出してください。次に、単身赴任などで児童と同居していないが、児童と生計をいつにする方がいる場合にはご記入ください。現住所は郵便番号から順に詳しくご記入ください。次に、一人親家庭の方はその理由と事実が発生した日をご記入ください。離婚調停中の方は離婚調停中であることがわかる裁判所の書類のコピーを提出してください。次に、生活保護の受給状況についてご記入ください。生活保護を受給中の方は、受給開始年月日をご記入の上、生活保護証明書のコピーを提出してください。次に、利用希望期間を記入してください。利用開始希望月が未記入の場合、一番早く受付可能な月の入所希望としてみなします。次に、該当となる認定区分にチェックをしてください。0歳から2歳までのお子様は3号認定、満3歳から小学校就学前のお子様は2号認定となります。次に、希望する保育認定時間と理由についてチェックをしてください。次に、保育を必要とする事由にチェックをしてください。給食活動の場合には、保育短時間認定となりますのでご承知おきください。次に、希望施設をご記入ください。令和7年度版認可保育施設利用案内の61ページから68ページを見ながら、施設ナンバー、施設名称を正しく記入しましょう。施設ナンバーと施設名称が異なる場合は、施設名称を優先します。0歳児クラスを希望する方は、必ず施設の受託年齢を確認しましょう。施設を見学し、必ず通える範囲の施設を選びましょう。内定を辞退すると、令和7年度中の利用調整点が7点減点されます。施設によっては、土曜日などに共同保育を行っている場合がありますので、詳しくは令和7年度版認可保育施設利用案内の58ページをご覧ください。
次に、転入予定の方は、転入予定先の住所、転入予定日を記入してください。申し込み時点で、転入予定先が未定の場合には、未定とご記入ください。次に、結果通知の送付希望先にチェックをしてください。現住所や転入予定先以外の送付先を希望される場合には、郵便番号から順に住所をご記入ください。次に、転入後の同居家族に丸をしてください。住民票上、同地盤にいる方は同居家族とみなします。次に、転入後の就労状況にチェックをしてください。転入後の就労先が決まっていない場合には、求職活動自由での申し込みとなります。次に、世帯構成に変更の予定がある場合にはご記入ください。申し込み書類は、申し込みの締め切り日時点での世帯状況に応じて提出してください。次に、保育施設利用申し込み補助票1の書き方について説明します。この用紙は、入園を希望するすべての方に提出していただく書類となります。保護者の就労状況や世帯状況などについて、該当する箇所に漏れのないようにご記入ください。兄弟申し込みをする方は、コピーしたものを提出することも可能です。コピーを提出する場合には、両面コピーをお願いします。では、まずはじめに、児童名、生年月日をご記入ください。申し込み児童が複数いる場合には、すべての児童についてご記入ください。次に、出産予定の有無についてチェックをしてください。ありにチェックをした場合には、出産予定日と出産予定のお子様の入園希望時期について記入してください。また、出産予定のお子様の親子健康手帳の表紙と分娩予定日がわかるページのコピーを提出してください。記入漏れがある場合には、保育相談センターから電話をさせていただきます。漏れなく記入してください。次に、令和5年1月以降の勤務履歴についてご記入ください。令和5年1月から現在に至るまで、同じ職場にお勤めの方は記入不要です。次に、就労の自由で申し込みをされる方は、勤務先名称から順に、就労状況をご記入ください。星印の箇所は、利用調整基準点などに関わる項目のため、漏れなく記入してください。次に、現在、産前産後休暇中の方、または、過去1年以内に育児休業を取得している場合には、その取得期間をご記入ください。また、現在育児休業中の方は、育児休業の延長の可否についてもご記入ください。次に、現在育児休業中の方は、利用調整の取り扱いについて、希望する選択肢にチェックをしてください。2にチェックをつけた場合には、利用調整基準点が減点となります。選択肢の記入漏れがあった場合には、1、入園希望として選考を行います。また、この取り扱いを変更する場合には、受付期間内に変更届をご記入の上、保育相談センターまで郵送してください。
転校届は子育て情報サイトピッピからダウンロードできます。やむを得ない理由なく内定を辞退した場合、育児休業給付の延長が認められない場合がありますので、ご承知おきください。次に、一人親世帯の方はその理由と事実が発生した日をご記入ください。離婚調停中の方は離婚調停中であることがわかる裁判所の書類のコピーを提出してください。詳しくは令和7年度版認可保育施設利用案内の12ページをご覧ください。次に、住民票上同一世帯の方の中で障害者手帳などをお持ちの方がいる場合にはご記入ください。対象の方がいる場合には障害者手帳などのコピーを提出してください。次に、外国籍の方は日本語の理解度について当てはまるところに丸で囲んでください。次に、新生児童から見た祖父母の状況をご記入ください。新生児童と同居している場合であっても必ず記入をお願いします。音信不通などで現在の状況がわからない場合には分かる範囲でご記入ください。次に、認可保育施設の申し込みをしない小学校就学前の兄弟についてご記入ください。認定こども園の幼稚園機能以外を利用している該当の兄弟がいる場合には、家庭保育をしていないことがわかる書類を必ず提出してください。必要書類については令和7年度版認可保育施設利用案内の13ページをご覧ください。なお、就学前の兄弟に保護者が家庭保育を行っていたり、同伴就労をしているお子様がいたりする場合には、入園申し込みができません。続いて、保育施設利用申し込み補助票2の書き方について説明します。この用紙は、入園申し込みを希望するすべての方に提出していただく書類となります。お子様の保育状況や健康状況についてご記入ください。また、兄弟で申し込みをする方は兄弟申し込みのご意向を選択してください。なお、兄弟で申し込みをする方であってもコピーはできませんので、新生児童ごとに記入をお願いします。それでは、まずはじめに児童名・生年月日をご記入ください。次に、過去に浜松市内の認可保育施設を利用しており、下の子の出産または育児休業取得により退園した場合、当時通っていた施設名・退園年月についてご記入ください。次に、新生児童の現在の保育状況についてご記入ください。保育状況によっては追加で必要となる書類がありますので、詳しくは令和7年度版認可保育施設利用案内の13ページをご覧ください。次に、待機となった場合の保育状況についてご記入ください。現在の保育状況を継続する場合には、上の四角にチェックをして現在の保育状況欄で選択した番号を記入してください。現在の保育状況とは異なる選択肢を考えている場合には、下の四角にチェックをして今後の保育の見通しを記入してください。なお、
未記入の場合は家庭保育可能とみなし、利用調整基準表の調整点番号16の対象にはなりませんのでご注意ください。次は兄弟同時申し込みの意向確認になりますので、申し込み児童が1人の場合には裏面へお進みください。兄弟同時申し込みをする方は意向についてご記入ください。なお兄弟で意向は揃えてください。1または3を選択した場合には兄弟で希望施設を揃えてください。連携施設は別の施設となりますので2または4を選択しましょう。1または2を選択した方は以上となりますので裏面へお進みください。3または4を選択した方は兄弟のいずれかのみ内定となる場合がありますので、兄弟のいずれかのみ内定となる場合の意向を記入してください。次に入園できなかったお子様の保育の見通しについて具体的に記入してください。いずれかのお子様が入園できた場合、入園できなかったお子様を保護者が家庭で保育することは認められません。次に新生児童の健康状況や医療的ケアの必要性についてご記入ください。こちらの用紙は保護者の方が記入するもので、申し込みの時点で分かっている範囲で記入をお願いします。新生児童の健康状況について該当する箇所にチェックをしてください。食物アレルギーなどによる食事制限がある場合には該当のアレルゲンにチェックをしてください。卵の黄身のみ取り除くなど特別な制限がある場合にはその他の欄にご記入ください。次に持病による通院や入院歴、処方薬がある場合にはご記入ください。ありにチェックをした場合には病名など詳細についてもご記入ください。次に医療的ケアの必要性についてご記入ください。ありの場合には該当の医療的ケアの内容にチェックをして詳細をご記入ください。なお医療的ケアが必要な場合には主治医の意見書をご提出いただく必要があります。意見書の様式は養保運営課にてお渡ししますので、一度ご覧の問い合わせ先までご連絡ください。次に子育てをしている中でお子様について心配していること、困っていることをご記入ください。次に療育機関への通所や相談支援事業所の利用の有無、または障害者手帳や手当などの受給状況についてご記入ください。障害者手帳などの交付を受けている方、または集団保育の必要性があるという医師や専門家の所見がある場合には利用調整点が加点となる場合があります。詳しくは令和7年度版認可保育施設利用案内の13ページをご覧ください。次に乳幼児健診予防接種の状況についてご記入ください。次に集団保育にあたり配慮が必要なことがありましたらご記入ください。保育施設は集団生活をする場所です。事前に見学をして
お子様に合った保育施設を選択することをお勧めします。ここまでに記入した以下の申込書については、郵送する前に必ずコピーを取って大切に保管してください。コピーは必ず両面で取るようにお願いします。続いて、マイナンバー記入用紙の書き方について説明します。この用紙は入園申し込みにあたり、本人確認をするための書類になります。必要事項を記入して、番号確認書類と身分確認書類を添付してください。それではまずはじめに、児童の氏名、生年月日、マイナンバーをご記入ください。次に、保護者の氏名、児童との続き柄、生年月日、マイナンバーをご記入ください。なお、教育・保育給付認定申請書の保護者の欄に記入した方を上の段に記入してください。次に、マイナンバー記入用紙の裏面に、教育・保育・給付認定申請書の保護者の欄に記載された方の番号確認書類と身分確認書類を添付してください。番号確認書類としては、マイナンバーカードの裏面、通知カード、マイナンバーが記載された住民票などがあります。マイナンバーがわかる面をコピーして1番へ貼り付けてください。次に、身分確認書類です。身分確認書類としては、1点のみで良いものと2点必要なものがあります。1点で確認できる書類としては、顔写真付きの公的証明書で、マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポートなどが挙げられます。顔写真、氏名、生年月日、または住所がわかる面のコピーを2番へ貼り付けてください。外国籍の方については、父、母、新生児童の在留カードの両面をコピーして、2番へ貼り付けてください。身分確認書類として2点必要な書類はご覧の書類となります。顔写真、氏名、生年月日、または住所がわかる面をコピーして2番へ貼り付けてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。入園申し込みの手続きについては、第1章入園申し込みの手続きについてをご覧ください。